菅原幸成選手がイングランドプレミアリーグサウサンプトンへ完全移籍となりました。昨シーズンサウサンプトンはイングランド2部で戦い順位は4位でしたが、昇格プレーオフを勝ち上がって一部昇格を決めました。サウサンプトンを率いる38歳のラッセル・マーティン監督はプレミアリーグ初挑戦となります。フォーメーションは一部昇格で変更があるかもしれませんが、4-3-3と3-5-2の併用となっていました。4-3-3を用いる場合は配置を工夫してサイドトップを狙います。菅原選手は高い位置でプレーすることも多くなりそうです。センターフォワードが降りてきて相手のラインを上げさせた上でウィングが抜け出すという狙いも見せていました。 3-5-2 の場合はほぼ 5-3-2 で守備重視となっていました。相手をしっかりマークしながら前線からプレスもかけていきます。攻撃では中央に人数がいるので菅原選手のクロスから得点を狙いたいところですね。昨シーズンは得点数でリーグ3位だったものの、失点数はリーグ13位と守備は2部でも苦しんだので一部での戦い方に注目です。サウサンプトンは右サイドバックのレギュラーだったピータース選手が移籍濃厚となったため、後任として菅原選手を獲得しました。菅原選手は昨シーズンオランダ1部で30試合に出場し、4ゴール7アシスト、クロス成功率 31% など優秀な成績を残しました。スタメン争いのライバルとなるのはジェームス・ブリー選手です。昨シーズンは19試合に出場し、デュエル勝率 61% を記録するなど守備で貢献度が高い選手です。攻撃的サイドバックだったピータース選手の後任なので、菅原選手の方が近いプレースタイルですし、ある程度守備がこなせればスタメン起用されそうですね。サウサンプトンは10年ぶりのクラブ復帰となるダラーナ選手やアンダー17日本代表の高岡蓮人選手を獲得しています。また松木玖生選手も獲得して、一旦トルコへレンタルということで日本人選手の獲得ラッシュとなっています。今シーズンは一部残留が現実的な目標になりそうですが、3年前に昇格プレーオフを勝ち上がってからまだ一部に残り続けているブレントフォードのように躍進に期待したいですね。日本人3選手の活躍を楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。